この間の衆議院選で完全と勝負を度外した形で伝えなければいけない、主張しなければいけないと立ち上がった議員さんがおります。やけぐらしちゃうか、ぜひ、ご紹介したいと思います。はい、ご紹介します。前八尾市議会議員の宮本浩先生です。政治は何をするためにあるのか、道を立てるためなんですよ皆さん。政治家の仕事は道を立てること、最終的にはこういうことなんですよ。政策的な細かいことなんていいんですよ。これが道に背いているか、あるいは道を外れていないか、ここで判断すればいいんですよ。日本はご公職をいただく道の国なんです。一つは一つ道があり、国には国の道があるんです。過去の政権は、大政治家は細かな政策なんか言っていないんですよ。人の道、国の道を言っているんです。皆さん、総督会長は15人いわく、私に背いて公に向かうは、これ真の道なり。そしてご家長のご正門には旧来の老朽を破り、天地の行動に基づくべし。西郷隆盛も、あるいは吉田松陰も、今言いました聖徳太子もそう、すべて道を説いているんですよ。政治家が道を説かなければ誰が説くんですか皆さん。あの小沢に、あの鳩山に道を説く資格はありますか、はい、反対にお国のために戦った、お国のために傷ついた、お国のために戦死した英烈大使、彼らは後ろ足で砂をかけているんじゃないですか。こういう国の道、人の道を耕えて、何の政治家が、我々は今こそこの道義に基づいたご皇室をいただくこの日本のもとに、そして道を作らなければなりません。皆さん、私はね、今日湯気の道教の出身地からここに参ったんですよ。我々の先祖は、まあ、それ本当はどうか知りませんけども、あのご皇室を落としめようとしたあの湯気の東京から、またこういうふうな土産も出ておりますんで、どうぞよろしくお願いします。三宅先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。